まず気をつけます。魔法瓶に麹を 300g 入れます。お湯の温度はだいたい72度くらいを指しています。魔法瓶に移す間に少し冷めてしまうので高めの温度にしています。蓋をしてこのまま8時間くらい待ちます。温度が低く甘みが足りないので糖化を進めるために火にかけます。湯気がほわほわ上がったら火を止めてブレンダーにかけて滑らかにして完成です。